ゲームキャラの衣装を買うくらいならそれこそ自分の服を買うべきなんじゃない？ゲームのキャラは自分の分身にも等しいわけで、現実で服を買うのと何ら変わらない行為と言っていいんです。ですです、うん、そうなの？でもやっぱり実用性のないものにお金を出すのって。実用性はありますよ。はじゃあアグリさん、もし上原くんが指輪を買ってくれたらどう思います？は？何急に、そんなの嬉しいに決まってるじゃん。では指輪をもらったらアグリさんはそれを装備しますか、しませんか？装備つけるってこと？だったらそりゃ装備するけど。結果として上原くんへの愛情も深まりますか？まあそうだね、そりゃ普通にプレゼントは嬉しいから。はい、この時点でアグリさんは DLC の概念を受け入れたことになります。ほほう、なるほどなるほど。っていやいや全然違うよね。要はこういうことですよ。上原くんは今回アグリさんという美少女キャラの好感度アップアイテムをリアルマネーで買ったんです。いや言い方なんか引っかかる、その言い方。なるほど。もし逆にタスクがなんやかんやでデータ上の存在になっちゃったら、アグリも課金プレゼントやらをたくさんするかもだね。おい待て、そもそも俺がデータ上の存在になるなんやかんやってなんだよ。さらにアグリさんがゲームで使う分身の服装アバター装備によってデータ上原くんが照れたり頬をあからめたりしてくれるとしたらどうです？課金装備ください。いくら払えばいい？待て、お前らほんといろいろ前提がおかしいから。それにアグリ、そんなことしなくても俺は お前のことが助かという悶絶イベントを起こすためのガチャが今なら1回300円で回せます。バカなっち、アグリそれ厄介回す。毎度ありです。やめろ、俺を出しにうちの彼女をたぶらかすな。3万円でタスクが愛を囁いてくれるなら安いもんだね。おいアグリ目を覚ませ。俺を楽しむのなんか無課金で十分なんだって。それに俺はお前のことが本気だ。タスクという入り口から招き入れるのが最近の無料ゲーム業界ってやつです。なるほど、勉強になります。あ、いえいえ、なんのなんの。アグリ、今ので完全に分かったよ。うん、ゲームって本当クソだね。夢中で叫べ、限界はないさ。指輪を買ってくれたらどう思います？は？何急に、そんなの嬉しいに決まってるじゃん。では指輪をもらったらアグリさんはそれを装備しますか、しませんか？装備つけるってこと？だったらそりゃ装備するけど。結果として上原くんへの愛情も深まりますか？まあそうだね、そりゃ普通にプレゼントは嬉しいから。はい、この時点でアグリ、ゲームキャラの衣装を買うくらいならそれこそ自分の服を買うべきなんじゃない？ゲームのキャラは自分の分身にも等しいわけで、現実で服を買うのと何ら変わらない行為と言っていいんです。ですです、うん、そうなの？でもやっぱり実用性のないものにお金を出すのって。実用性はありますよ。はっ、じゃあアグリさん、もし上原くんがさんは DLC の概念を受け入れたことになります。ほほう、なるほどなるほど。っていやいや全然違うよね。要はこういうことですよ。上原くんは今回アグリさんという美少女キャラの好感度アップアイテムをリアルマネーで買ったんです。いや言い方なんか引っかかる、その言い方。なるほど。もし逆にタスクがなんやかんやでデータ上の存在になっちゃったら、アグリも課金プレゼントやらをたく、タスクという悶絶イベントを起こすためのガチャが今なら1回300円で回せます。バカなっち、アグリそれ厄介回す。毎度ありです。やめろ、俺を出しにうちの彼女をたぶらかすな。3万円でタスクが愛を囁いてくれるなら安いもんだね。
おい、アグリ、目を覚ませ。俺を楽しむのなんか無課金で十分なんだって。そうするかもだね。おい待て、そもそも俺がデータ上の存在になるなんやかんやってなんだよ。さらにアグリさんがゲームで使う分身の服装アバター装備によってデータ上原くんが照れたり頬をあからめたりしてくれるとしたらどうです？課金装備ください。いくら払えばいい？待て、お前らほんといろいろ前提がおかしいから。それにアグリ、そんなことしなくても俺はお前のこと